月が変わって2月1日、東京株式市場全場の取引が終了しました。昨日のニューヨーク市場続伸となったことなどを受けまして、朝方から買い物で始まりました。日経平均は10時過ぎに 27,400 円という高値がありまして、そこまで行った後、ニューヨーク米国株式先物取引がやや下げ幅を拡大したということもありまして、全日経にかけては一息入りましたが、それでも全日経日経平均は昨日に比べて192円68銭高い 27,194 円66銭で全場終わっています。トピックスも上昇しました。 12.12 ポイントプラスの 1908.05、 ともに3日続伸という2月相場上場のスタートとなりました。特にニューヨーク市場の上昇がマーケットをさらに明るくしているということのほかに、各セクター各業種の代表銘柄あるいは人気銘柄に好材料が相次いで出現したというのが今日のこの一時400円以上の株価日経平均上昇につながったんだろうと思われます。最も注目されていいのはセブン&アイホールディングスでしょうか。事業構造改革の一環としてそごう・西武事業を売却するという報道がありました。その売却交渉に入っているということで、朝方から買い物がで始まりまして、2005年9月に持ち株会社化して再上場したその時以降の高値でありました。15年8月の5998円を上抜きまして、初めての6000円台まで株価一時上昇しています。昨年はアメリカのコンビニエンスストア大型買収に踏み切ったり、事業構造改革を進めてコンビニシフトを進めていますセブン&アイ。その流れの中でさらなる構造改革が進むとの期待が集まったようです。一方海運株も上昇していました。昨日は商船三井が場中に増額修正を発表しましたが、この日は日本郵政についても一部の報道で増額修正観測が流れていまして、3銘柄とも上昇プラスとなっています。海運株は業種別の上昇率ランキングでもトップになっていました。また塩野義薬品株の塩野義につきましては、会社側が新型コロナの治療薬について試験データを公表しまして、内容的にはかなり有望性が認められるというふうな判断がアナリストサイドから出まして、朝方から買い物を集めてこの銘柄も 10% 近い上昇率になっていました。また決算発表組では半導体製造装置のレーザーテックが通期見通し業績見通しの増額修正は行っていなかったのですが、通期の受注見通しを上方修正したことが公刊されていました。上半期はすでに受注高は前年同期3倍という大きな伸びを示していますが、下期については会社側の計画数字がやや慎重ということもありまして、朝方は昨日に比べて 6% 台の上昇率を記録しましたが、その後一転マイナス水準へ 4% ぐらいの下落率と非常に上下激しい動きになっています。その他 NEC だとか TDK だとか決算発表を行った銘柄、そして増額修正を発表した銘柄が極めて人気の高い動きとなっています。以上、東証アローズスタジオから2月1日全場の概況をお送りいたしました。